1891年5月15日、ウクライナ生まれのユダヤ人作家、小説家で詩人、ヘブル語のほか、イーリッシュ語でも書いた。主に、ウィーンとパリで暮らし、ポーランドのアウシュビッツで1944年に没した。主な作品に結婚生活がある。1891年5月15日、フォーゲルは当時ロシア帝国領だった。 ウクライナのポドリア軍サタニブの町に生まれる。ユダヤ人として、ユダヤ人のコミュニティで育ち、地元のユダヤ人教育を受けた後、18歳の頃に、原理とアニアの大都市ビリニュスに出て、その地のユダヤ教学校で、本格的に、ヘブル語を治める。1912年すなわち20歳を過ぎた頃に、オーストリアのウィーンに移り、ヘブル語教師をしながら、著作に没頭した。 およそ2年後に第一次世界大戦が始まると、オーストリアの敵国である、帝政ロシアの国籍であったため1916年まで戦時収容された。1919年頃は結婚していたが、最初の妻ルカは結核に侵されて死んだ。1925年、フランスのパリに移り住んだが、この頃はオーストリアの市民権を取得していて、オーストリアのパスポートを持っていた。 数年後に、ナダードラーという女性と二度目の結婚をした。1929年、新婚の彼らは、パレスチナに移住するが環境が合わず一年ほどで、ヨーロッパに戻った。彼らの娘タマルは、パレスチナで生まれ、第二次世界大戦を生き抜き、後に、米国に移住している。1930年、一家は、パレスチナを去ると、ポーランドのワルシャワやオーストリアのウィーンなどを、 転々とした後、結局1932年になって、フランスのパリに戻っている。しかし、第二次世界大戦が勃発した年の1939年には、フランス島南部のオートビルに逃れ、二度目の妻、ナダの結核治療に当たった。ところが、当時のフランス政府の敵国であるオーストリアの国民として、同年10月3日には逮捕収監されることとなった。 翌1940年8月、ナチスがフランスに侵攻し、ビシー政権フランスになると釈放されオートビルに帰ることが許された。しかし、1944年になって、ゲシ下タポのユダヤ人狩りに遭い、逮捕されて、フランス国内のリヨン市にあるモンリュック刑務所から、パリ郊外のドランシー移送収容所に送られた後、ポーランドのアウシュビッツに移送され数日のうちに、 殺されたとみられる。正確な日時は不明。時期は雪のある冬とされる。ありがとうございます。